東峰村の岩屋地区では午後4時半を過ぎた現在もですね、川をせき止めている流木の撤去作業が行われています。そして道路の方に目を移しますと、まだこんなにたくさんの大きな流木が至る所に散乱しています。足元もかなりぬかるんでいて歩きづらい状態が続いています。そして流木が一番高く積み上げられているこちらの場所なんですが、私の身長が170センチほどあるんですが、それをはるかに超える高さ2メートルほどにまで、5メートルから10メートルの長さの流木がこの高さ積み上げられているんです。そしてそのさらに奥には大きな岩がゴロゴロと転がっていて、この先を車で通っていくことはかなり困難な状態になっています。私が今日取材をした男性は、この道をさらに進んでいった場所、孤立集落にいらっしゃる男性の取材をさせてもらいました。その男性によりますと、豪雨から丸3日が経った現在も水道そして電気が来ていないということで、かなり不便な生活をしているというふうに話していました。また電気が来ていないことで情報も孤立しているということで、周りの集落の方々が安全なのか安否などもわからないというふうな不安の声も漏らしていました。そういった孤立集落に情報を届けるといった意味でも、今後一刻も早い復旧復興作業が望まれます。